民進党は来月招集される臨時国会に向けた対策チームを立ち上げました安倍総理大臣が出席したオリンピック閉会式の費用についても調査します対策チームは政府が提出する補正予算案のほか TPP や自衛隊の駆けつけ警護など臨時国会の追及材料となるテーマについて調査を進めます安倍総理が「マリオ」に扮して話題を呼んだ リオデジャネイロオリンピックの閉会式の演出に12億円の費用がかかったとされる問題についても担当者からヒアリングを行う予定です。